モンキーにですね、アクセサリーの電源はついてるんですけど、なんか出先でね、親切な方がつけてくれたホームセンター行って買って、でそのままね、うん、親切ですね。でちゃんとつけてありますね、うん、でこれね、あのヒューズ、しかもこれちゃんとあの爪メインヒューズに直接こう つなげてるんですよね。だから、まあ、あの常時ここにはね電気が来ちゃってるというパターンになるんですけど、スイッチついてるの外側にないよね。外側にスイッチってない。でつかなんか刺してもダメだからっていうねお話だったんで、接続されてない、うん、あのバッテリーこう自分で交換されたらしいんですけど、うん、接続してない。だまあもちろんそれをやめるつもりだったのかなと、よくわかんないんですけど、うん、だから使えるからそのまま、例えばこの接続だけをね、今メインに直接バッテリーの、いわゆるヒューズ、メインヒューズに直接つなげちゃってるんで、それをやめて、アクセサリーにつなぐってこともできるんですけど、ただデートナーで、うん、つけていいって言ってたからつけちゃっていいんですかね、交換しちゃっていいんですかね、どうなんだろう。でアクセサリーをどっから取るかっていうね、うん、そこなんですよね。でまあ例えばほらここのメーターストップターン、これ何ホーン、こっからねのヒューズが取ってればね、まあいいのかなと思ったんですけど、そうするとここの蓋ミニヒューズなんですね。でこうちょっとこう少し削って出すとかになっちゃうと思うんですけど、もしくはこの診断するための短絡させるやつあるじゃないですか、こっから取るってどうしてダメなんですかね。よくね あります、ホンダのはでも売ってないから取っちゃダメってことなのかもしれないですけどね、はい、フュエルポンプこれですかね、これフュエルポンプっぽいですね、はい、これタンクって普通に外せんのかな、どうなんですかねこれね、タンクね、なんかそん簡単に外せないっていうか、インジェクターのインジェクションの場合はね、コックついてるのかな、コックついてればいいんですけど、 SR のちょっとね変わった作りでね、あまあいい、それとりあえずでちょっとねふと思ったんですけど、このエアクリーナーボックスをね開けてみたい、カバーをね、うん、面白い、こんなのついてるんだね、うん、で要はあれです、1万何千キロ走ってるのかなね、1万、すごい、このノーマル状態で1万数千キロ走ってるんですからね、すごいですよね、でこれをちょっと、ってことはエアクリーナーもだいぶ汚れてるんじゃないかね、そんなこと思ったんですよ。でも大自然の中を走っていればね、おーどーらとー、なんか違うな、あ、なにこれ、蓋開けたらオイルがいっぱい垂れてきたよなんだこれ、ちょっとブロバイ上がってきちゃってんじゃないのほら、あのこれでしょ、ほらブローバイこれ抜いてないんで全然、ここやってないからオイルがすんごい出てきちゃってん、溜まっちゃってんじゃん、エアクリーナーボックスの中に、ほら分かります、あ、そう、約束、あ、もう10時、あ、もう約束なんだ、約束の時間だ、すいませんブローバイから上がってくるやつで、もうオイルまみれ、うん、このチューブをたまに掃除してても開けてね抜かなきゃいけないんですよね。でこれ溜まるんですけど、溜まって掃除してないと、奥の方まで溜まってね、エアクリーナーが、オイルまみれになるということですよね。はい。掃除してね。うん。で、オイル交換とかをね、普通やると、あの、気の利いてるかどうかわかんない。で、まあ、バイク屋さんに言ったら見てね、開けて、掃除してくれるんじゃないかと思うんですけどね、はい、もしご自分でやられる場合はオイル交換とかね、バイク屋には自分でやるんだっていう場合は、まあ、たまにこれ開けてあげると、ね、そうしないと溜まっていきますからね、はい、抜かないとね、どんどん溜まって、でこうオイルまみれになって、で内側に溜まりますからね、外側じゃなくてね、はい、内側に戻してますから、なので、たまにね、ホンダの
そうですね、ホンダのバイクはそんなにたまんないような印象なんですけどね。ああたまるんですね、やっぱり ね。あと入れてるオイルの量とかね、お、あんまり多いとやっぱりね、うん、戻っちゃうんですよね、こういうところからね。最初はエアクリーナーを1万2000キロぐらい走っててね、うん、まあ、変えてないのかなと思ってとね、開けてみたんですけど、汚れはまあまあね、まあ、汚いっちゃ汚いけど、まあ、まだ使えるかなと、うん、ね。で、外側だからそんなに汚れてないんですよ。外側にまでオイルが来るようになったら大変ですね。ずっと溜まっててね、最初まだまあ不調なんでしょうけど、まだね、吸うから今度オイル吸っちゃうからね、ガンガンに吸う、あれ吹けなくなりますよね。調子が悪いんですけど、でエンジンオイルを口元まで、スクーターとかで口元まで入れたり、やっぱり稀にいらっしゃるんですよ、上まで入れちゃうね。そうすると大変、本当大変、エアクリーナーもうオイルまみれ、もうとてもじゃないけど、もうそのままじゃ無理っていうような、あっ、ちょっと引っかかってきやがった。何、せっかく外したから拭くか。オイルまみれなんだよ、ね、っていうことですよ。潰れて入ったね、これね、一箇所ね、うん、なんで、まあ、まめにやるのはいいんですけど、ね、まあ、オイル交換の時にずれて入ったじゃんね、やっていただくのがいいんじゃないかなと思うだけでね、はい。ということで、これ抜かないと、これ抜いてあげないと、ここまで溜まってるここまで溜まってる。いやー、やってくれるね。これどうたるんだろうね。うぅ、ね、オイルがピエッと落ちましたね。このホースの分だけね、だ、長いホースつけてね、いっぱい溜まるようにする。もしくはホースを外しとく、蓋したい、垂れ流し、いや、それまずいですよね。しかもオイル垂れ流しだね、うん、これそんなに出ることを想定してないんだよ、めったに。ホンダだもんな、ホンダでブローバイなんかオイルが溜まるなんていうのあんまり記憶にないですよね。あと、まあ乗り方とかにもね、これよるんでしょうけどね。水が溜まるパターンもありますけどね。よし、掃除しよう。エアクリーナーを戻しますか。テカっちゃうな、上部だな、ね、ちょっと別に